カナダドル。カナダドルはカナダの通貨である。記号は通常ドル記号、ドルで示され、他のドル通貨と区別するためにカナダドルと記することもある。ISO4217 でのコードはカナダドル。1カナダドルは100セント、セント。2018年現在、カナダドルは国際為替取引において世界で6番目に 取扱量の多い通貨となっている。1841年、カナダ植民地、プロビンス・オブ・カナダは、ハリファックスレートに基づく新しい為替制度を導入した。新しく制定される、カナダポンドは 4US ドル、金92.88グレーンと、10日とし、1スターリングポンド、A ポンドが1カナダポンド4シリング4ペンスと、10日になるように定めた。つまり、 1850年代には、スターリングポンド、当時16新法に基づく通貨制度を導入するか、US ドルに基づく10新法の通貨制度を導入するかで激論が起こった。隣国アメリカ合衆国との交易が急増している。現地民は、実務的な理由から、アメリカの通貨制度に合わせたいと主張し、 本国ロンドンの当局では、大英帝国全般で、スターリングポンドに基づく通貨で位置するべきと、依然として主張していた。1851年に、カナダ植民地立法評議会、レジスレイティブカウンシルオブザ・プロビンス・オブ・カナダ、上院にあたると、カナダ植民地立法議会、レジスレイティブ・センリー・オブザ・プロビンス・オブ・カナダ、会員にあたるは、重心法の通貨の補助単位を持つスターリングポンドを、 導入する法律を可決。効果は、US ドルの効果の額面に合わせた重心法単位の案であった。1853年、妥協案として、立法評議会と立法議会は、イギリスのソブリン金貨と、アメリカ合衆国のイーグル金貨の両方に基づく、金本位制をカナダに導入する法律を可決した。この際の交換レートは、ソブリン金貨1ポンドに対して、 イーグル金貨 US ドルであった。1853年の法律では補助貨幣についての記載はなかった。ソブリン金貨のみを法定通貨と子孫の他の銀貨は廃止された。イギリス政府は原則的にこの重新法に基づく通貨制度を承認したが、にもかかわらず、スターリングポンド制度の導入への望みを出なかった。 しかし1857年にはアメリカ合衆国の重心法に基づく通貨制度に合わせたカナダドル貨幣制度導入が決まった。このカナダドル通貨の導入は1858年になったが、これでカナダの通貨制度はアメリカの通貨と連携したものとなった。ただし US ドルと A ポンドの交換レートはこの時から1990年代後半まで 1A ポンドイコール US ドルというレートで続くこととなった。1859年にカナダで初めて重信法の額面の郵便切手が発行された。1861年、ニューブランズウィックとノバスコシアがカナダ植民地の決定に合わせて、US ドルに合わせた重信法の通貨、ドル制度を導入し、翌年カナダにおいてもドルセント表記の郵便切手、発行された。 ニューファンドランドも1865年に重心、放火兵、ドルに基づく、金本位制を導入。ただしカナダ植民地、ニューブランズウィック、ノバスコシアのケースと異なり、US ドルではなくスペインドルに基づく通貨とし、少し為替レート等も差異があった。そもそも US ドルは1792年にすり減った、スペインドル効果をもとに算出されたので、 スペインドルは US ドルに比べ少し安く、ニューファンドランドドルも存在している間はカナダドルに対しその分少しだけ価値が低かった。ニューファンドランドは大英帝国の中で唯一独自の金貨を持つ植民地であった。ニューファンドランドの2ドル金貨はニューファンドランド金融危機の起きる直前の1894年にカナダドルが導入れるまで断続的に鋳造された。 カナダ植民地、ニューブランズウィック、ノバスコシアは1867年に統合し、カナダ連邦、ドミニオン・オブ・カナダが成立。カナダドル、ニューブランズウィックドル、ノバスコシアドルが融合し、カナダドルに統一された。1871年、プリンス・エドワード・アイランドがドル通貨を導入、1セント効果を発行したが、まもなくプリンス・エドワード・アイランドが、 カナダ連邦に参加したためカナダドルに統合された。1871年4月に連邦議会で可決された統一通貨法ユニフォームカレンシーアクトにより各地方ごとの通貨の流通を終了し全国共通のカナダドルに置き換えることとなった。第一次世界大戦中には金本位制を一時的に停止し1933年4月10日には完全廃止となった。 第2次世界大戦勃発にあたり、US ドルとの交換レートは1.1カナダドルイコール 1US ドルに固定された。1946年に10日、1カナダドルイコール 1US ドルに改定され、1949年に A ポンドが下落しカナダドルの価値も合わせて下落することとなったため、1.1カナダドルイコール 1US ドルのレートに再改定された。その後、 1950年にカナダ政府はカナダドルを変動相場制に移行し、1962年には1カナダドルイコール 0.925US ドルのレートで US ドルにペックした固定相場制に戻した。この固定相場制は1970年まで続き、その後再び変動相場制に移行し、現在に至る。 2011年11月に発行された100ドル札を皮切りに新紙幣ポリマーシリーズへの移行を開始すると発表になった。その理由として2004年の統計では100万枚に対して470枚の偽造紙幣が発覚しのが大きな理由であった。2010年には偽造紙幣の比率は100万枚に対して35枚に減少したがポリマー紙幣に 移行の準備が進んでいたため、最初の方針通り、すべての紙幣をポリマー化することが決定された。100ドル紙幣に続いて50ドル紙幣が2012年3月に発行され、その後20ドル紙幣が2012年11月に、10ドル5ドル紙幣は2013年11月に発行され、この紙幣はフロンティアシリーズと名付けられた。このシリーズはカナダで、 初めてのポリマー素材の紙幣となる。透かしの部分には半透明のメープルリーフと透明の窓という、視覚的に二つの新しい工夫がある。メープルリーフは背景に天候源を置いて、目を近づけると、額面の数字が浮かび上がるというセキュリティ機能がある。透明の窓はメープルリーフで縁取られ、上には人物の小さい写真、下には国会議事堂の一部のメタル風ホログラム。 人物の顔は紙幣の中心に来ており、従来より版画風というより、さらに写実的になっている。裏面はカナダの技術革新フロンティアをモチーフにしている。今回のポリマー紙幣でも、カナダの旅シリーズから続く立体部分がある。なお、この紙幣のポリマー素材は、オーストラリアのセキュレンシー社のものを使用しているが、印刷はカナダの紙幣印刷会社が行っている。 カナダの旅シリーズ同様に、視覚障害者が各紙幣を触覚で判別できるよう、左上に展示表示がある。ただし正式には、ブライユ式展示と違った表記である。旧紙幣や1、2ドル紙幣は現在でも使用可能であり、稀に見かけることがある。2004年11月17日に、新50ドル紙幣が発行され、新紙幣。 カナダの旅シリーズへの移行が完了した。これらの新紙幣は、ホログラムストライプ、スカシ、紫外線インクなどのセキュリティ対策が施され、大きさは同じだが、アメリカドルと異なり、額面により色が違うので間違えることはない。5ドル紙幣と10ドル紙幣は、ホログラムストライプやスカシを採用していなかったが、10ドル紙幣は2005年5月に、5ドル紙幣は2006年11月に、 高額紙幣と同じセキュリティ対策が施されたもの、発行された。視覚障害者が、格紙幣を触覚で判別できるよう、右上に、展示表示がある。現在、5.1025.5セント、1ドル2ドル硬貨が、発行されている。このうち50セントはほとんど流通していない。2013年2月4日に、1セント効果が、廃止された。 現金取引の場合のガイドラインは、一ント単位は、ニステゾー入り、7社8入り、スウェディッシュラウンディングで零カゴへ切り上げ、または、切り下げされる。なお、クレジットカードや、デビットカードなどのカード決済、電子マネーでの決済、並びに、小切手で決済する場合は、この限りではなく、切り上げ切り下げは行われない。エリザベス女王の面にある、DG レギナとは、 女王の称号のラテン語、神の恩寵による女王の略。カナダの効果には、過去から継続して、カナダの国家元首であるイギリス国王の肖像画が使われている。特に2003年までは、イギリスの効果と同じ肖像画、すなわち、イギリス人画家によるが使用されいたが、カナダでは2004年より、カナダ人画家の作品が初めて採用された。下記は、その変遷。 カナダの硬貨には、コレクター用のみならず実際に流通している特別版が過去にいくつか発行されている。また、下記の他にも毎年、通常の硬貨と同様に流通される記念硬貨が発行されている。王立カナダ造幣局、ロイヤルカナディアンミントは、様々な新技術を使用した新しい硬貨を導入している。2007年9月20日、アメリカドルと、 カナダドルが10日となった。これは1976年11月25日以来の出来事である。2016年3月22日14時30分現在、現在1カナダイコール85.724122円、ニューヨーク連邦準備銀行のフォーリーニエクスチェンジレイツ、ヒストリカルサーチを元にした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。